話をしよう。あれは今から36万、いや、1万4000年前だったか。まあいい。私にとってはつい昨日の出来事だが、君たちにとっては多分、明日の出来事だ。彼には72通りの名前があるから、なんて呼べばいいのか。確か最初に会った時は、イーノック。そう。あいつは最初から言うことを聞かなかった。私の言う通りにしていればな。まあ、いいやつだったよ。そんな装備で大丈夫か？大丈夫だ。問題ない。そんな装備で大丈夫か？一番いいのを頼む。私のサポートが心配なのか？いいんじゃないかな。あいつもよくやってくれてるしね。いや、君の頼みは断れないよ。神は絶対だからね。イーノック、人が持つ唯一絶対の力、それは自らの意志で進むべき道を選択することだ。お前は常に人にとって最良の未来を思い、自由に選択していけ。さあ行こう。可愛い子供たちが悲しみに泣いています。行きなさい。あなたたち、弟の仇を取るのです。ああ、やっぱり今回もダメだったよ。あいつは話を聞かないからな。そうだな、次はこれを見ている奴にも付き合ってもらうよ。